それでは次回のとんでもスキルは向こうだです。料理のレパートリーを増やすべく日々これ修行あるのみ。異世界は案外食材豊富だからね。ということで次のメインディッシュはオーク肉とロックバードのカツサンド、ブラッディホーンブルのステーキの2品です。2匹のジューマはチートが過ぎる。やっぱりステーキうまー。